はい、どうもこんにちは、頭痛です。頭痛なんですけどもね。今回は、前回、このアングラーの滝つぼがね、終わったので、そこから探索を、配信でしまして、次のダンジョン、ナマズの大口というところですね。ここに、行くことになりました。でも、場所は一回行ってるんでね、行き方はわかるんですけれども、ちょっと配信でやった内容をおさらいすると、ちょっと全部おさらいできるかわかんないですけども、瓶を2つゲットしたりとか、あとオカリナでマンボウのマンボウっていうのを覚えて、どこでもワープできるようになったのね。どこでもワープっていうのは、そのどこでも、この歌を、この曲を吹けば、ワープポイントに移動できるというね、クソ便利な曲を覚えました。このね、アングラーの滝壺出て、ここで覚えられました。はい。あとは、貝殻センサーを入手したりとか、秘密の薬持ってたっけ？忘れちゃったな。とか、物々交換もね、進んで、人魚の鱗っていうのにたどり着きましたね、今。ちょっとこれの細かい過程は、ちょっと配信の方のね、アーカイブも残してるので、そちらを見ていただければなと思います。はい。あとは、なんだったかな。魔法の粉持てる数も増えたね。そういう感じでーす。ということで、今回はね、ナマズの大口の方行ってこようと思います。早速、これワープ使ってみるか。ここが一番近いね。そう、こんな感じでね、どっからでもね、このワープポイントをね、選択できるようになりました。すごいですよね。一気に移動が楽になりましたね。で、この、ナマズの大口っていうダンジョンなんですけれども、邪魔くせ、ダンジョンなんですけれども、ここから水に入って、水に入ってると、このブクブクしてるところで潜るとね、地下に入るような感じで、水中に、第2ステージに行けるんですよね。第2ステージ、その地中ステージみたいな感じに行けるんですよね。で、これでもう1箇所の方から出ると、ダンジョンに出れると。こんな感じ。はい。これでね、次のダンジョンに行けたので、今回はここからになります。どうした？どうした？どうした？ OK。はい。ナマズの大口で早速やっていきましょうか。ここに入っただけでまだこっちが行ってないからね。お？ずるいずるい。そのハサミ打ちはずるい。はいはいはい。あーう。こっち側もあるね。待って。こいつは後ろからしか攻撃できないね。はい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 。ここは取れない？あー、4マスか。4マスはいけないな。そしたら左ですね、これは。よし。こいつ邪魔くさいな、このバチバチいってるやつ。ボール。ボール。コンパスゲットして。とは下かな。ほうほうほう。これは重りになってますね。これでいいのかな？待って待って待って。ここと、ここが繋がってて。じゃあもうちょっとこれ下げた方がいい。ほっ、オッケー。おお。なんか赤いやついる。あれ、怒ってんの？あれ。なんか強いんだかわからんぞ、今のは。とりあえず突進したのを回避されたのは分かったけど。これなんだ？これをこうとか？逆？もしくは？お、なんかありそうだね、これ。どうですか？ないの？めっちゃなんかありそうな雰囲気だったじゃん、今。なんもないの？そんなバカな。これ何？これ何？なんだこれ？ここ宝箱あんのかな？隠し宝箱あるね、これ。なんだ？
なんだこれ、なんか謎があるな。これは同じ部屋なのはなんか意味があるのかな。ここが開いてる開いてる開いてる、なんだこれ、ここだけ青いよな。なんだろう、なんか意味あるなこれ。ちょっと待って考えるわ。あれこうか。お、なんか合ってたらしい。よくわからんが合ってたわ。何だったんだ今の。とりあえず四角にすればよかった的なあれかな。とりあえず降りちゃっていいね。さっきの鍵あったところに戻ろっか。はい、戻ってきました。モンスターが復活してますよと。ここから上行けばいいかな。ここしか行けないもんね。うん、そうだね。はいはいはい。お、こいつブーメラン投げんの新しいね。でも、あんま強くはなってないね。一応全部壊すけど。ふんふんふん。左先かな？宝箱あるっぽいし。おーっと、危ない。入って。ずるいなー、それ。あ、それずるいなー。あ、ごめんね。なんだこれ。あ、ここは何もないのか。え、なんか動かない、動かないか。わお、ここは宝箱あるね。おっ、うん、敵倒すだけだね。爆弾はまだ割らなくていいかな、とりあえず。おっ、あ、動かなくなった。くちばし。結構謎解き多そうだな、ここ。とりあえずここはもう開けた。あとは、上かな。ほう。あ、ビーモスだ。あいつ倒せない？壊せないか。あら、壊せない。なんだあれ、何あれ。あんなギミック初めてだ。左かな。うわーお、何これ。え、これいける？お、無理じゃん。ああ、そういうゲームになる。これは何、え、何これ。え、何これ。普通に行けないんだけど。あ、こうかな。こうじゃないっすね。え、何これ。無理じゃね。この宝箱も取れないし。なんでしょうねこれ。あ、ギリギリいけるんだ。へえ。がしかし、がしかしですよ。あれどうすんだ。お前どうした。反応しないな。これもどうにもなんないし。壺邪魔だもんね。こっちじゃないな、進行方向は。あぶねえ、忘れてた。こっちか。いや、むしろ。とりあえずここの敵全部倒して、開けて、剣で倒せぬ骸骨剣士、崩れたところを
爆破すべし。崩れたところ爆破すべし。剣で倒せぬ骸骨剣士。降ってきたわ。あ、お前懐かしいな。懐かしいっていうかこっちの方が先か。時岡にこんなやついたよな。どうする、とりあえずガード。お、おい、おう、こういう感じか。こう、これ爆弾なかったら積むよね。あー、これ剣を振りかぶってるところだ。このチャンスだ。なかなか難しいねタイミングが。終わった。ん、ひとまず退散。また出てくるのかな。終わんないのこれで。そしてこれはなぜか左上だけが青い。左上だけ青い、なんか意味あんのかなこれ。これ何も意味なかったらちょっと悲しいよね。マスタースタルフォン。箱の中身は俺様がいただいた。欲しけりゃ捕まえてみな。ほう、まあどの道会うことになるんだろうけど、さっきのやつかなマスタースタルフォンって。上行ってみよう。にゃーにゃー、なんだいこれは。とりあえずこうかな。あぶねえ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 。狭い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 。おうおう、お前何、お前何、お前何。いやお前弱いくせに動きだけめんどくさいな。アメンボ。あ、潜れた。潜れたけど、これは何でしょうね。ゲッソーじゃんこれ。え、ここにクリボーがいる意味は何なの。ん、あ、割れた。え、クリボーが一匹いるだけ。何それ、怪しいね。あ、出た。またこれだ。あのギミックなんだ、引っ張るのかな。なんか引っ張るアイテムでもゲットするのかな、ここで。ここは何、ここは何ですか。ほう、これ無理だよな。開かないよな、動かないもんね。剣でも届かんし。っていうことはこっちか。ちょっと戻ってみるかな。いやーもう、いやー邪魔くせえこいつら。いやーお前邪魔だわ本当に。うぜえ、純粋にうぜえ。ぴょんぴょこぴょんぴょこ跳ね上がって。あれ、これさっきのこっちか。あと一匹いるな。違う、壺全部壊すとか。ああ楽な。じゃあ上行ってみるか。お、マスタースタルフォンか。また違うな、これ。なんだ模様。
一応マップにも出てきてるから後で見ることはできるけど、密はい、おマップだ、ありがてー。なんかマップ結構後の方で手に入るよね。これはなんかナマズの形してるんですかね、もしかしたら。なんだろうねこのマークは。さてあとはそしたらこっち側がないってないの。ここも行け、あここギリギリ行けるか。これ届くんじゃない？いけるね。50ルピーと。あとはこっちはいけないね。こっちはどう？これも無理だね。4マスだから飛べないね、さすがに。3マスまでなら飛べるんだけどね。復活してるし。あーもう。OK。こっちなんもないんだっけ？こっちは、無理そうだね。爆弾はもらえるけど、無理だよね。ここも無理だね。爆破できそうな壁もないし、戻るか。危ねえ、今押しかけた。とりあえずそしたらこっちかな。いやずるいそれは。お、マスタースタルフォンじゃない。よう遊ぼうぜ。おい、ガードしなくてもいいな。慣れたな。また逃げた。あ、わかった。これサイコロみたいになってんじゃない？最初にマスタースタルフォン出てきたの確かここだよね。で今ここでしょ。でこの青色の目が2つあるところが2回目ってことは、次ここに出るんじゃないかな。行ってみようかな。なんとなくそういう意味な気がしてきた。さあこの上が3の目の部屋なんだけど、サイコロで言うね、多分ここに出るんじゃないかなーっていう。やっぱりそういうことか。じゃあ次出る場所もわかるね。とりあえずこいつ倒しましょうか。はい、でもう一回逃げるでしょ。うん、で逃げるから次はここだ。ここどっから行くんだっけな。ここの階段だっけ。確かそうだね、ここだった気がするな。ダンジョンの最初の方だね。戻りましょうか。そしたらあれ、ここ行った？あ、ここ行ってないな。何これ。あ、飛びすぎ。あ、届くんか。OK。ここなんだ。どこー？これうざいね。敵倒したら消えた。右の部屋なんだろう。おっと、うぜえ。一匹だけ無敵いんのもうぜえ。終わったわ。危ねえ危ねえ危ねえ。4つのろうそくが交わるところ深く潜るべし。4つのろうそく交わるところ、なんだろう。まだわかんないな。やだ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 。どうも。なにこれ。え、これ戻れないよな、これ行ったら。え、怖い。
戻れなくない？ちょ、その前にさ、マスタースタルフォン倒そう。今行くべきじゃないわ。で、戻れねえわ。しょうがない、行くか。ほい。なんだ、ここ。なんか前作じゃねえな、今までやってきたゼルダのパターンからするとさ、フックショットがないといけないんだよ、この感じ。どこ行くんだこれ。まずこれどこ。あ、上来た。ここか。ここは閉まってるのね、山のとこ。そしたら最初のっていうか、さっきでいいね。さっきの予定通り、ここ潜って、ここだ、4つ目、マスタースタルフォンの4回目の戦いをやっていきましょうか。さあ、ここですね。出てくるね、やっぱり。順番だ、この地面の数字。ちょっと待って。はい、よし、これで終わりか。あ、ちょっとフックショットじゃないこれ。えい、きたー。フックショット手に入るか、このゲーム。熱いね、これは。熱いね。結構伸びんじゃない、しかも。あ、長い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 。普通にエリアの端っこまで届くわ。エリア？フィールド？部屋？攻撃判定はあんのかな。ほい、あ、スタンした。便利ー、これ。めちゃくちゃ便利だ。安全に敵倒せるね。オッケー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 。一気に攻略の幅が広がった気がするぞ、これは。とりあえずちょっとフックショット使って生きるようになったところ増えると思うから、その辺を中心に行きましょうかね。こことか。これ何？これいけんのかな？あー、いけるー。すげー。100ルピーだー。で、これは多分、もしやこれ突っかかる。あ、突っかかる。へえ。そっか、これ木製扱いなんだ。そう、フックショットって、まあ、こういう風にトゲが出るから木製のものにひっつくんですよね。まあ、多分金属とか岩とかは弾かれるんですけども、ブッ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 、岩とかは弾かれるんですけども、邪魔だよ。木製のものはね、多分貫通というか突き刺し、アイテムも取れると。なるほど、今びっくりしたけど、後で試そうと思ってたんだけどね。アイテムもキャッチできると。で、こういう木製のものにひっつく。宝箱とかこういうね、ブロックも多分対象になるんでしょうね。なるほど。そしたら、ここ行って、さっきの、これも多分、勢いなのかな。おー、いいね、いいね、いいね。こういうもん、こういうものもひっつくようになったと。あとなんだ、行ける場所。ここは無視して、これ多分いけるな。ノーダメージでいけると。しかし、ここは開かないと。ふん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 。ここじゃあ取れるね。よいしょ。めちゃくちゃ快適になったな。どんどん移動できる場所が広がる。フィールドも攻略しやすくなる。敵も倒しやすくなる。あ、こいつ仮面取れる。仮面取ったら動き速くなるね。へえ、なるほど。壺は相変わらず投げるだけという感じですね。オッケーオッケーオッケー。そしたら鍵が1個あるから、どうしようかな。どこ行けるようになった。ここかな、もしかしたら。ここちょっと行ってみようか。あ、いけないね。こっちいけないから、ここかな。待て待て待て、生きるようになる場所が増えすぎて、いろいろと処理が追いつかない。あ、この上いけるね。ここかな。ぶわー、もうお前嫌いだわ、この壁反射系。危ない危ない。よいしょ。何こいつ、何こいつ。え、何こいつ。ゴーマン。
ごめんこいつ。こいつなんだ、弓か。え、難しくない？奥から倒せってこと？うん、弓矢っぽいな。あ、これでもいけるな。フックショットで麻痺させて、この時は攻撃効かないから後ろちょっと無視でいいや。こうか。オッケー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 。はい、オッケー。すごい、ちょっと戦闘に幅が出てきた、お互い。お、これが中ボス扱いだったんか。オッケー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 。この跳ねるやつが一番強いわ、俺の中で。そしたら多分これも行ける場所増えてるのかな。上とか行けんじゃない。おー、いいねー。強い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 。ん？あ、これはさすがにね。あ、弓になってた。ごめんね。無駄遣いしちゃった。ほっ。ピオルのいいね。ほい。移動が素早くなったね。あとは、ここ、あ、ここ来れないな。ここじゃない。ちょっと待ってね。ここじゃないってことは、なんかね、ここ。地下がね、めちゃくちゃ入り組んでるから地形の把握がしにくいんだよね。いやーもうやだこいつ本当に。あれ、これ戻れなくないですか。こっちか。待てよー、ちょっと待てよ、一回落ち着こう。行けなかった場所いっぱいあるから、こことかも行けてないし、とりあえずここに戻ることを目標に、目標にっていうか地図見たらいけるね。これはここ右手上だ。そしてほっで、あとは引っ張ってと。ほい、ルピーか。鍵がそんなに手に入んないな。ここ右側も行けるね。右側はこうして開けると。ふん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 。オッケーオッケー。やっと鍵見つけた。で、これもこうやって戻ると。サクサクだ。あとはここかな。ここ行けてないな。あれ、行けてるけど、どっから行くんだ。ここかな。あれ、どうやって行くんだあれ。ちょっと待てよ。多分あと行ってないの、ここだけだよな。ちょっとこう行ってみるか。ここが、あ、こ、うん、あ、え？行けるかこれ。ちょっと待てよ。あ、これで、え？ボス部屋、行けてもしょうがないな、これ。とりあえず開けるか、ここ。あともう使わないような、鍵。多分。これボス部屋の鍵だな。これをゲットしないといけない。とりあえずこれ開ける。待って、ボス部屋の鍵入手しよう、どっかで。どこだ？これか？違うな。これが、こっちだから、これがこっちで、これがこっちだから、ここかな？ここだね。消去法でそうなる。向かいます。あ、OK。ここか、え、違う、ここじゃない。え、こことここがつながってんの。ん、そしたらこことここもつながってる。え、あ、ここだわ、水路だ。忘れてた、ここが一個の階段の役割果たしてんだ。うわー、もうおバカ。こっち行きます。はい、ここですね。ここが階段の役割を果たしてると。あれ、待てよ、真ん中の方じゃないといけないよ。 OK、 そうだ、ここ潜った先が何も行けなかったから
ここですね。ここ水路進んでいって、かけらもらって、オッケー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 、こうだ。これでボス部屋の鍵と、よーし。そしたらボス部屋に向かいますか。あともうここだけだもんね。よし、向かいます。さあボス部屋の鍵使う場所まで来ました。飛んでこちらでございます。さてボス部屋行きますか。もう妖精も2匹いるし強気に行こう。どんなやつかな。ほう、ナマズかな。クッチャル。おお、なにこれ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 。口がナマズかな。やっぱり目がすげえとこについてる。フッカー。へえ、これ危険だよね結構。なんだろう、どっからどう攻撃するんだ。爆弾かな。クッチャルってことは出てくる場所予測しないといけないのかな。なんだこれ。あ、違う、爆弾食うかなと思ったんだけど、そういうわけじゃないね。あれかな、口開けた時にフックショット引っ掛けるのかな。あ、なんだ今一瞬ひるんだよな。なんか見えちゃいけないもの、あ、ね、見えちゃいけないものが見えたけど、うん、やっぱり今正面から行かないといけないね、これは。チャンス。あ、こういうことか。オッケー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 。できるだけ遠くから引っ張れば、その分弱点戻しすると。出てきた。デグテールじゃん、これ。あ？爆発したぞ。危ね。ちょ、ちょ、危ね。うん、届かないね、さすがに。お、危ない。一箇所にかけた方がいいな。いってぇ、尻尾邪魔くせぇな。さすがにそうもいかないか。法則性がないから。なんでそっち側なんだよ。近い。オッケーオッケーオッケー。あ、倒した。どんなとこか分かってねえな。お人よしなやつ。なんかちょっと闇の要素を残して消えていったの。果たしてこのリンクがやっていることは正しいのかどうかというね、ことを問われるような問いかけでしたけども、まあ無事にこのダンジョンも終了したということで、これは鉄筋ですかね。マリンバ、木琴か。嵐のマリンバ。神殿、神殿に島の秘密がある。島の秘密がある。ほう、どんどん次行くか。ということでナマズの大口が終了しました。神殿、またこれ多分ね、地上に上がってね、どっか行こうとしたらね、出てくるんですよ、あの袋がね。ちょっとそこまでやろうか。神殿って言ってたもんね。どこに向かうのじゃ、ほうみたいなこと言うんだよきっと。さあ上がってきまして、やばい、それはその出待ちはやばい。これさ、ナイス、やりやすくなったね。さあ
あれ出てこないな。神殿、ちょっとそいつが出てくるまでやりたいんだけど、ちょっと待てよ。マーさんの家の近くの、違う、動物村かな、動物村から行けるここに人魚像があって、そいつに多分人魚の鱗を貼っつけて人魚像を完成させると、あの物々交換が進むんですよね。ちょっとそれだけやりに行きましょうか。もしかしたらその途中で袋が出てくるかもしれないね。あれマリンちゃんいない、終わったんかな演奏会。マリンちゃん帰った、帰っちゃったっぽいですね。倒せなかったモンスターも倒しやすくなってると。で、気になってたのがこれだ。オッケー、いけた。そのためにこの木箱があったんだね。さあ、これに人魚の鱗を貼り付けると人魚像完成。うわ、どんどん気になる要素が出てくるね。いった、え、なにこれ、待て、敵が見えない。あ、いた、ここだ。え、なにこれ、見通しレンズ。見えなかった、あれやこれが見える。あの服の下とかですか、違います、見通しレンズどこ、ん、ここはとりあえず何もないのかな。物々交換が多分終了したのかな、これは。見通しレンズ、ほう、何が見えるようになるんだ。まあいいや、とりあえずちょっと待っててもあいつ出てこねえから、うん、今回はこの辺で終わりましょうかね。ちょっとここで終わりたくないここすげえ敵多いから全然落ち着かない。ではではでは、まあナマズの大口が終わって、まあついでにここに行けるようになったから、女神人魚の鱗をはめ込んで見通しレンズなるものを入手したということですね。じゃあまたちょっとフィールドの方はあの配信でやろうと思いますので、今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。